皆さんこんにちは令和4年の予備試験の論文分析会の民法の解説に入っていきます担当いたしますのはレック専任講師で弁護士の田中と申しますよろしくお願いしますこの分析会ではま令和4年の実施された予備試験の論文の民法についてま実際の試験での思考過程であったりとかま重要なポイントというものを実際に あの、問題に沿った形で、思考過程みたいなのを示していくという形で進めていきます。ですので、問題の文章の中身であったりとか、説問の内容については、事前にですね、この予備試験の過去問を見ておいていただいて、自分なりに答案筋を立てて、もしくは実際に予備試験の論文を受けられた方は、その答案構成であったり、再現答案をベースに、その問題文の中身については、ある程度把握されているという状況のもとで、解説の方を進めていきます。で、レジュメとしてはですね、 このホームページ のね、YouTube の概要欄のところのリンクをたどっていただけますとレックのホームページの方から本日使うレジュメとしてこの論文分析会の講師作成のレジュメそれからこのレジュメに沿った形で現実答案という形で答案を実際私の方で作成した講師作成答案についてもダウンロードすることができますので必要に応じてそのレジュメの中身とそれから講師参考答案の方を、ね、活用していただければと思います。 でこの、えー、ご動画の中で使っているスライドについては、えー、この講師作成のレジュメの方のものを、えー、まとめたものという形になりますので、まあ、レジュメに関しては、まあ、お手元になくても、まあ、スライドを見ながら、えー、実際に内容を確認していくことができることになっていますでは、えー、早速ですけれども問題の方を見ていきます、えー、説問としては大きく、えー、説問1説問2というふうに分かれていてで説問1と2では結構大きく事例が変わっていたという形で実質的な証文2つという形の問題になっていましたでまずは説問1 1>, 1の括弧1に関しては、まあ、いわゆる報酬減額請求が認められるかどうかを問う問題で、えーまあ、1と括弧にありましたのでどこが違うかということをちょっと確認しておくと括弧1番については、まあ、契約内容不適法があったことを前提に、まあ、B の方が 再塗装を求めたんだけれども A がそれを拒絶したとで A がこれを拒絶した場合において、まあ、代金減額請求が認められるか、まあ、今回は請負いということになりますからえ報酬の減額請求が認められるかを問う問題ということになりますで特にまあ説問1の括弧1についてはえ問題文の方で指定がありました、まあ、事実6に留意しつつ論じなさいというのがありましたのでえ実際に塗装塗料 β え塗料タによって行われた外気球が塗装した方が 塗塗料アルファで塗装したたよりも客観的価値が高まっていたとでそのように客観的価値が、えー、実際に当時、塗料ベータによって行われた場合には、高まっているという時に減額請求ができるかということもまあ留意しつつ論じるということがありましたので、まあ、その点については別途ね、えー、検討が必要になってきます。でまず最初に、まあ、これ報酬減額請求ということになりますから、まあ、請求の根拠について最初に見ていくことが必要になりますので、まあ、条文としては請負い契約が優勝契約でありますから、まあ、632条559 9条を使っていけば売買契約の規定である契約内容不適合責任に関する規定が重要できますからこの562条1項に基づく契約内容不適合今回品質ということになりますが品質に関する契約内容不適合を認定した上でその契約内容不適合に基づいて563条2項2号で 代金減額ですね。今回は請負ということですから、報酬減額をしていくという、その根拠をまず示すことが必要になります。で、まあ、今回は問題の方を少し見ていきますと、まあ、塗料 β による外壁の塗装については、品質に関する契約内容不適合であると。まあ、つまり、本件ではですね、塗料 α によって外壁を塗装することが、品質に関する契約内容を構成していたんだということをまず認定する必要があります。で、まあ、今回ですね、えー、まあ過去に このような契約内容不適合責任について問う過去問もありましたが今年のこの令和4年に関してはこの塗料 α による外壁塗装が契約内容になっていることは比較的単純に認定できるかなというところなんですよね、まあ、なぜならば、まあ、請負契約の締結にあたって、まあ、塗料 α によって外壁を塗装してくださいということを、まあ、B が明示的に申し入れていますよね。 で、B が明示的に申し入れていて、で、こちらは問題文の事実の2のところで、もう、この、塗料アルファを使用してほしいと申し入れた上、A がこれを了承したという事実関係がありますから、塗料アルファによる外壁塗装が契約内容を構成することは、比較的認定しやすかったかなと思います。で、その上で、まあ、その、 契約内容不適合があって、その追加請求をしたんだけれども、A が対サ塗装を拒絶したという、えー、ことですから、まあ、563条2項2項の要件も満たされます。そうすると、説問1の括弧1のやっぱり問題点になるのは、えー、その事実6で示されていた、 建物の客観的価値が塗料 β による場合の方が高額であったということについてこのような場合であっても代金減額請求今回は報酬減額請求になりますがこれが可能なのかというのがこの説問1の括弧1での1つの争点ということになりますでするとですねここは代金減額請求の法的性質をしっかり論じてあげればいけたかなというところなんですねつまり代金減額請求というのは損害賠償請求ではなくて一部解除たる性質を持つわけですですから 例えば客観的価値が高まっているとかもしくはその差額が存在しないとか、まあ、そのような損害賠償で論じるようなその客観的価値の肯定というものは特に問題にならないわけですよね。解除というのは まあ基本的に解除の要件というのはまあ債務不履行があってでそれに対してまあこの債務不履行というのは今回であればえ契約内容に不適合しているで契約内容の不適合に基づいてえ履行の追加がなされてないという状況ですよねですのでこの外壁の部分です外壁の部分についてまあ一部解除する形で この代金減額請求というのを行っていきますから、そうすると、契約の本旨に従った履行がなされていなければ、別に客観的価値がどうのこうの言わずに解除できるんですよね。で、で特に、この一部解除というのは性質を持っているということから、まあ、しっかり論じていただきたかったのは、一部解除である以上は性質上過分であるということですね。 え、今回は建物の建築についての請負契約がなされているわけですよね。で、そうすると、この店舗用の建物を建てることと、外壁を塗装することっていうのは、まあ性質上過分なわけです。え、つまり、まあ、ここにもありますけれども、まあ、外壁の塗装がなくとも、建物だけで契約内容の達成は、まあ十分可能というふうに評価できます。え、ですから、例えば建物だけが建築していたとしても、それだけでその店舗用の建物を建築するという目的は可能で、まあ再塗装をすればいいだけの話なわけです。そうすると。 その今回の請負契約においては建物を建築するというパーツと外壁を塗装するというパーツというものは分けて考えることができるわけですよねで分けて考えることができるということはその外壁部分の塗装のみを一部解除することは可能ですよとでその一部解除たる性質を持っているのがまあ代金減額請求なんだということになるわけですよね、まあ、するとまあ債務者で今回 A が債務者ってことになりますがまあ A 債務者である A による債務の本旨に従った履行が今回なされていません、えーまあ 実際、契約内容不適合が生じててい品質に関して、契約内容不適合が生じていて、てて追加を拒絶しているという状況ですから、563条,56条の2項、2項の要件も満たしてますから、債権者に奇跡性がない限りは、代金減額請求は可能であるというふうに考えていけばいいと思います。 でそうするとまあ本件ではですね債権者 B に特に奇跡性はないですよねもっぱら A の判断によって塗料 B による塗装が行われそしてその再塗装の方も拒絶していますよね。ということですからもっぱら A の判断で行われてますから、まあ、今回の,その債務の本使に従った履行がなされていないつまり債務不履行の事実というものは A の奇跡性によるものですから、まあ、代金減額請求は可能であると考えられます。まあ、そうすると、ま、説問1については、まあ、B による代金減額請求は認められるということになろうかと。いうのが、まず一つの、ま、回答筋ということになります。で、続けて、説問1の括弧二2ですね。で、説問1の括弧二2が、実は少し複雑だったんですね。えー、問題としては、塗料 A による再塗装を行う旨の申し入れを行ったんだけれども、A がね、つまり、 債務者である A の方が、再塗装しますよという申し入れを行ったんだけれども、B がこれを拒絶したという状況があるんですよね。で、このような状況下で B が A に対して、再塗装に要する費用を損害として賠償請求している。で、B の損害賠償請求が認められるかというのが、まあ、説問1の括弧二2ということになります。で、問題文の事実関係を見ると、まあ、塗装に要する費用を損害として請求するということになるので、そうすると、ま、通常は、えー 履行に代わる損害賠償。415条の2項を根拠として、履行に代わる損害賠償請求を行っていくというのが自然なんですね。でただ、今回415条2項各号に該当する自由が特にないんですよ。 えーまあ、特に415条2項の条文を、ね、確認すると、この履行に代わる損害賠償請求を行うにあたっては、えーまあ、1号から3号必要で、まあ、履行が不能であるときや、一、まあ、号ね、415条2項、1号の債務の履行が不能であるときとか、もしくは債務の履行を拒絶する意思を明確に債務者が表明したという事実関係はないんですよね、えー、むしろ A は、再塗装を行うよっていう申し入れをしています。 そして3項についても、この再塗装の申し入れをしている以上は、一部解除権が発生していないわけです、えー。その解除自由がないわけですよね、えー。解除の要件も満たしていませんから、まあ、再塗装の申し入れをしている以上は、その一部解除権の要件も満たしてないので、まあ、415条の2項3項該当性はないということになります。で、この、じゃ一部解除の要件っていうのは、じゃあどこで求められるかというと、まあ、先ほどですね、あの、説問1の括弧1で、 えまあこの再塗装を求めたけど A がこれを拒絶したという場合であれば先ほどの代金減額請求としてのまあ一部解除たる性質を持っている代金減額請求もできるわけですよね。えー、ですが 今回は A が再塗装の申し入れをしているということになるから、まあ、一部解除の要件を示した条文として542条の2項各号を見ると、まあ、一部解除に関しては一部の不能と拒絶意思の明確に表示しかないんですよね、542条の2項それから一部解除たる性質を持っている代金減額請求。 一部解除たる性質を持っている代金減額請求に関してもやはり563条2項については、えー、まあ追加が不能拒絶意思明確、えー、など定期行為、まあ、その他みたいな形であのやっぱり A が追加の申し入れをしちゃっている以上はやっぱり使えないんですよねなのでこの一部解除権が発生していないということですが、えー、これに関しては563条 え少しちょっと太くします、まあ、この場合だと562条,条の2項各号とか先ほどの一般的な一部解除について規定している542条の2項覚悟各号のやはり該当性がちょっと苦しいと。 ということは、415条2項の履行に代わる損害賠償請求を行うにあたっては、どうしても、この415条の2項の3号の該当性もないということになります。そうするとこの事例においては その本来だったら履行に代わる損害賠償請求をしたいんだけれどもこの415条2項の覚悟の該当性がどうしても見当たらないのでなんとか415条1項の通常の損害賠償請求で履行に代わる損害賠償はできるかというのがこの問題の一つの所在だったわけですねで。でそうするとねまず通常だったら415条2項を根拠として行えば損害とか因果関係の認定というのはそんな難しくないんです。ななぜならば損害っていうのは その履行に代わる損害賠償請求である以上は、その履行に代わる費用が損害だし、で、そしてそれは通常損害として因果関係は端的に認められるので、その415条2項として請求したら、それは履行に代わるである以上、要件該当性、特に損害と因果関係の要件該当性というのは、端的に認められるんだけど、ま、今回は415条1項を根拠に行うということになるので、その要件該当性については少し、あの、難しくなってくるとまあいうことになると思います。 まあ、な,なんとかねあのここのところ問題の所在としてその履行に代わる損害賠償請求をその415条1項の損害賠償請求の中で、えー、扱っていくという点をね、まあ、ちょっとまず最初に、えー、こう意識するといいかなと思いますでそうするとあとは415条1項の要件を検討していけばいいですでそうするとまあ債務不履行についてということですが、まあ、品質に関する契約内容不適合は余ることは問題ない従って B の A に対する追加請求権発生してますからその追加請求権の債務不履行 まあこの追加請求権も契約に基づき発生した債務ですから請負契約ね、えー、本件請負契約に基づいて発生した債務と評価できるからそうするとこの追加義務ですね A の側の追加義務が債務不履行ということであればそれに対する損害賠償請求は可能なわけですでただ A としては追加の申し入れしてるんですよね、えー、ここにもある通りですが えー、A が追加、えー、塗料アルファによる再塗装の申し入れをしていてこれを B が拒絶しているということはこれはあの B が拒絶している以上はこれあれですよね口頭の提供で足りますよね。えー、条正し書きののの口頭提提供供にによって弁裁の提供があることになります、えー、つまりその A としては、まあ、追加の申し入れをしたんだけれども B がそれをもう拒絶をしているということはこの段階で、えー、この追加債務ですよね。A の 持っている追加債務というものは弁済提供、利行の提供が行われたことで債務不履行ではないんだと、つまり492条で債務不履行には当たらないんだという、まあ、こういう見解は十分立ち得るわけですよね。でまず最初ににここの債務不履行を認定するにあたってこれが、まあ 実際に追加についての申し入れを持って、債務不履行ではないということになると、415条の、まず、債務不履行の要件が満たされないから、まあ、そうすると、請求できないということになります。で、ただ、えー、この問題においてはね、まあ、できる限り、それですね、この先にね、その要件充足性の問題として、損害とか因果関係とか結構使いたい事情っていうのが問題文にありますから、まあ、なるべくその事情を使っていく方向で、まあ、債務不履行をなんとか認めてしまいたいなってところあるんですよ。で、じゃあその時にどうやって考えていくかっていうと、 まあここはあのまあ実質的に見たら、履行に代わる損害賠償請求、こちら、追加請求って書いてありますが、履行に代わるえ損害賠償請求と評価できます。損害賠償請求と、失礼しました、損害賠償ですね。 まあポイントはね、あのこれはどっちで言ってもいいと思うんですよ。えー、どっちで言ってもよくて、そ,のそもそも債務不履行は、まあ、先ほど戻りますけれども、も A が追加を申し入れをして、B が拒絶した時点で債務不履行に当たらないから、415条に基づく要件満たさないから、損害賠償請求できませんよという結論を出すのも一つの方向性としてありえます。でもし、できるということであれば、債務不履行であるということであれば、まあ、この部分乗り越えなきゃいけないと。 まあ債務不履行はないということであればこの段階でまあ終わるわけですがまあ債務不履行になるということであればなんとかそのこん今回の事例ですよねえ債務不履行を認める余地はないかというふうに考えていきますでそうすると一つの考え方の筋道としてはまあ実質的にに履行変わる損害賠償請求なんですよねそのまあ形式的に見るとその通常の415条の損害賠償請求だけれども実質的には履行に変わる損害賠償請求であるということであれば まあ例えば一番大きいのこの辺だと思うんですよね。その実質的理由として A による追加はもはや受けたくない。まあこれは一般論で言うとその不誠実なことをやってるわけですよね。今回 A というのはあの実際その塗料ベータを使って。 えー、この塗るにあたっては、まあ、全く B に対して相談や、えー、報告をすることなく、えーまあ、独断で塗装しているということですよねでそうするとこの独断で塗装するような、まあ、そのような不誠実な、えー、債務者によって追加をされるということはもう B としてはもう嫌だという、まあ、そういう合理的意思というのは十分あるわけですよねでこのような、まあ、A による追加、まあ、つまり不誠実な債務者による追加はもはや受けたくない別な業種を使いたいということです 別な業者を使いたいという B の合理的意思を尊重するという自主的理由と、それから次に B に別段の不利益を課すわけじゃないんですよ。これは履行実質的には履行に変わるだから。実質的には履行に変わ,、えー、わる損害賠償請求だから。ということは、別にあの、自分で履行するか、履行にかかる費用を払うかの違いだけですよね。この、 今回は415条1個を根拠にするけれども、実質的には履行に変わるなわけだから、結局は負担としては変わらないわけです自分で直すか、その分のお金払うかってことですから、まあ、この損害賠償請求を認めても、B に別段の経済的不利益を課すわけではない、まあ、あとは分離解釈としても、ですね564条では損害賠償の請求を妨げないっていうのもありますので、まあ、そのあたりを何とか根拠として、まあ、このような場合ですよね、まあ、実質的に、このような場合っというのはこれです。 利行に変わる損害賠償請求。というふうに評価できる場合には、これがこのような場合ってなんです。ここですね。 まあこのような場合っていうのは、まあ、実質的には履行に代わる損害賠償請求と評価できるような場合には、まあ、債務不履行の事実を認めてよいのではないかと考えれば、まあ、A の債務不履行の事実は認定できることになります。でそして続けてですけれどもじゃあ債務不履行の事実があれば次の要件は損害と因果関係ということになります。でまずこの損害因果関係については通常の履行に代わるであればもう履行に代わるである以上その再塗装にかかる費用は当然に損害として認定できるんですよ。 ただ今回は通常の損害賠償請求になりますから、まあ、丁寧に差額説を使って損害と評価できるかを認定することが求められます、えーまあ、すると債務不履行があった場合となかった場合比べるわけですが、まあ、今回の事情としてこの塗料ァの色がコーポレートカラーだったと。で複数の店舗で同色が採用されているという事情がありますからもし仮にこのコーポレートカラーでない色で塗装がされた場合にはこれは えー、B としては塗塗料で再塗装することになりますよね、まあ、こちら、まあ、もし仮にっていうか別の塗料で塗装がされた場合は塗,装塗料 α で再塗装することを余儀なくされることになります。でこのような状況であれば債務不履行がなかった場合には再塗装を要しない建物が手に入った。つまり今回の塗料 α による、えー、きちんとした外壁の 塗装がなされていた債務不履行がなかったならば再塗装を要しない建物は入手できたんだけれども債務不履行があったことによって再塗装を要する建物を入手することになったと。ということはちょうどこの差額ということになりますから再塗装にかかる費用が損害であるという認定が可能になるということになります。であとはこれとの因果関係なんですがここで書かれている事情ですよね。 このコーポレートカラーで同色が採用されてて別の塗料だったら再塗装を余儀なくされるんだということについてはこれは特別事情にあたります。でということは特別事情にあたるということは416条2項の、えー、まあ 要件を検討することになります、まあ、この事情ですよね先ほど触れたコーポレートカラーであって別な塗装だったらそれは無理だっていうことについては再塗装が必要だっていうのはこれは特別事情にあたることになりますがただこれれはは債務不利行時に A すすべきと考えられますよねこの塗料 α の色が B のコーポレートカラーであってこれが特別事情ってことですね。 再塗装を要するという、このことについては、まあ、債務不履行時に、まあ、今回の債務不履行ということは、塗料ベータを塗る時点ですよね。塗料ベータで塗装する段階で、A は予見すべきと考えられます。で、じゃあ実際なぜ予見すべきなのかということですけれども、まあ、今回この、まあ、契約を考えてみてそうですね。契約内容を考えてみても、まあ、まあ、実際にですね、あの、 特徴的な色を明示してますよね。特徴的な色でお願いしてますよね。えー、この外壁の塗装にはアルファを使用してほしい。で、このアル,アルファっていう塗装は極めて鮮やかなピンク色だったわけですよ。ということは、受け負い契約をそもそも締結する段階で、えー、などういう経緯でこの塗,塗料アルファを使用するのかとか、まあ、もしくは、 まあ場合によっては、まあ請負い契約で店舗用の建物の工事ですから、まあ相手の会社がどういう会社なのかについては少なくとも、まあ、し、調べるというか少なくとも確認すべきと考えられます。で、あとはもっと突き詰めて言うとですね、まあもし仮に、まあその段階でなかったとしても、え、ベータを塗る際に A に確認すればよかったんですよ。この事例においては。 塗料ベータを使って最初に塗装する段階でアルファを使わないけれどもいいですかという形でそのようなことをもし確認をしていれば B に確認していれば B はこの事情ですよねコーポレートカラーであるからそれ以外の色では困るということを、まあ、おそらく A に伝えていたと考えられますから、まあ、少なくともそのような <laughs> 確認作業を行っていたということ怠っていたと言えそうですのでこの債務不履行時に少なくとも A はこの特別事情というのを予見すべきだったのではないかと考えると因果関係は認められることになります。で合わせて はい、A の奇跡性に関してもですね、まあ近隣住民からの反対があった際に、まあ B と何ら協議することなく一方的な判断で塗装をやってますから、まあ債務不履行に関する奇跡性は認められると。まあ従って、まあこの説問1の括弧2に関しては、 ますでまずです、この説問1についてはね、えー、証文1、証文1、証文にともにですね、まあ、なんか問題の所在が結構分かりにくくなっているので、まあ、説問1の括弧1についてはね、この事実6に留意しつつってありますから、まあ、客観的価値が高まったにも関わらず、代金減額ができるかということが、まあ、争点として挙げられるだろうということになりますが、まあ、説問1の括弧2は、 その履行に代わる損害賠償請求を415条1項を通じて実現することができるのかというね、問題意識というものがポイントになったかなというところです。では、であとは要件をしっかり見ていけばいいということ、ね、で、次にですね、設問2について見ていきます。でこの設問2については、えー、比較的、えー、なんか、 容易な問題というふうに言われて、言われてるような感想の方もいるんですが、結構考えると難しいんですよね。あの、おそらく、まあ論点的なところを言うと、185条の講談の、その新たな権限と相続っていう問題にまあ行きたいところなんですが、問題文の事実関係を見ると、あの、直接ですね、え、これは、え、4月1日までに、え、令和9年の4月1日までに、え、事実の10にあるんだけれども、F が E に対して、オツ不動産は、 これは自分のもんだと D が C から贈与を受けたものだから相続を機会に登記名義を自分に移したいという相談をしています。ということはこの,このスライドに入る前の,、ね、あのちょっと段階ですけれども、まあ、新たな権限の問題というふうにまあいきたいところなんだけれどもその前の段階で令和9年の3月中に、まあ、私のものだということを言ってるから185条の前段の問題ですよね。 え事故に占有をさせた者に対して、まあと、これはもちろんね、お互いのえ使用仮人と使用借人ね、使用貸人と使用え仮人との間で、まあ、どちらも相続入ってますけども、包括証券していますから、えー、相続による包括証券していますから、えー、E と F との間のこの話し合いというものが、え事故に占有をさせたものに対し、事故に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示したと。 まあいうふうに評価できるのであれば、この百八十五条の公断を検討するまでもなく。えこの三月に行われたこの会話の中で、自主占有の転換を認めるということが可能になってきます。いいですかね。で、で実はね、あのそこは検討しなきゃいけないのは理由があって。検討しなきゃいけないのはなぜかというと、あの時効の起算点というのは判例上。ええ、任意に後ろに下げることできないんですよね。ええー、時効の起算点は任意に後ろに下げることはできないので、そうすると。 その、できる限り早い段階というかね、自主占有に転換した段階を、できるだけ早いところを認定しなきゃいけない。ということになりますから、えー、仮に、この、えー、と、令和9年3月中に行われた、このやり取りが、185条の前段ということで、に当たるので、当たって自主占有に転換するんだそこを認定しなきゃいけないので、もし仮に、この相続と所有、相続とその自主占有の転換というね、 まあいわゆる新たな権限の問題ってやつに持っていくのであればまずはその前段を否定しなきゃいけない185条前段を否定しないとこの後段の問題には入らないということになりますで,で問題文の事情を見ると、まあからさまに後段使わせたいんですよね、まあからさまに後段使わせたいってことになりますからそうするとこの後段を検討するにあたっては前段をどうやって否定していくのか というところを、まあ、なんとかひねり出すというかね、え、まあ、ある意味、趣旨を考えながら作っていくということになるかと思います。では、ちょっとスライドの方で、え、まず、前提事実から確認していきますが、まず、F による自己取得の成否が問われてますので、まあ、要件をまず検討していくんですが、まあ、所有の意思は推定されてますが、今回、推定を覆す事情がありました。え、まあ、今回、多種占有権限で始まってます。まあ、ここにもありますけれども、まあ、自主占有か多種占有かについては、まあ、 占有取得原因事実によって外形的、客観的に判断されるので、まあ、D の占有というのはもともとシートの使用対策契約に基づいて占有開始していますから、まあ、多種戦友権限である。ということは、多種占有権限であるということは多種占有権限であるということは相続も あ、すせえっ、ー、と、戦友も相続の対象となる、えー、わけですが、まあ D の多種戦有が F に包括消去されているということになります。で、これはですね、最初のところ多種戦有権限の認定のところでまあ簡単に書きましたが、あの D が固定資産税払っているというのはあくまでも一事情ですので、えー、これをこれを持って自主戦有だっていうふうに、えー、評価することは困難かなと思います。まあ一つの資料として考えることはできますけれども、まあ固定資産税支払っているのであれば、まあ自主戦有事情として一つまあ。 推認されれるるような事情とは言えるけれどもただこれをもって自主占有だっていうことはやっぱ難しいので,で特にあの判例の立場からすれば占有取得原因事実で外形的客観的に判断するから、まあ、そもそも使用貸借契約に基づいて引き渡されてるわけだから、まあ、これはまあ多種占有権限であることを前提に論じていいと思います。で,であとはその多種占有がまあ包括処刑されているっていうことですね。 ででちなみにこれはまた、ね、検討事情になりますけれども、まあ、一応、使用退職契約って借り主の死亡によって終了するけれども、そのことをもってね、そのことのみで多種占有が自主占有に転換されることはありませんので、えーまあ、条文上もですね、多、えー、種占有が自主占有に転換するのは185条の要件を満たした時となりますから、えー、この使用退職契約というもともとの占有権限がなくなったということだけで、えー、自主占有に転換することはありませんので、まあ、やっぱり185条の検討ということになります。では その上で、じゃあ185条を検討していくわけですが、前段をまず見ていくということになりますかね。185条前段では、事故に専用させたものに対して、所有の意思があることを表示したというふうに、このやり取りですよね。令和9年の4月1日までのやり取りで、これが認められるかということがまず出発点になりますが、まあ、認めるよっていう立場も十分あると思うんですよ。 ななぜならこれ丸って書いたところですけど多種専用を包括象形してるんだからまあ多種専用を包括象形してるんだから,、まあ専用だからまあ、E はその「占有させた者の,の地位をそのまま象形してる」ということですね。えー、事故に専有させた者というのは、まあ、今回はえー C でしたっけね。 えー、C が、まあ、もともと貸していたわけですけれども、その、えー、事故に専用させたものたる地位を E が承継したと。まあ、もちろん D、D の地位を F が承継しているから、まあ、要するに C が D に専用させたっていうその地位を、その、それぞれが、えー、それぞれが、まあ e とと、ね、E と F という形だから E と F という形で承継していて、そうすると F は、あ、E かな。その、そうすると E は事故に専用させたものを、たる地位を承継していると考えることもできる。けれども、まあ、これは、 まあ認めれて終わっちゃうってこともあるけれども何とかして認めないという見解を作っていくのであればやっぱり趣旨からいくんでしょうね。えー、まあ一応この下の方にありますけれども185条前段の趣旨としてまあここですね占有者の所有者に対する所有の意思の表示を通じて まあ所有者自らが付与した多種占有が自主占有に転換したことを所有者に認識させてまあ自己対応の機会を与えることというのが一つの趣旨として挙げることができると思うんです。でこれは正直覚えるという話よりはまあ,ある程度ちょっと結論ありきになっちゃうけれども185条前段を認めちゃうんだったらもう終わりなんですよそれで OK なんですよ。で認めずに185条後段の,その相続とまあ新たな権限の話に持っていきたいということであれば185条前段を何とかして乗り越えなきゃいけない。 で乗り越えていくにあたって、じゃあ、何が、あの、どういうふうな理由で作っていくかなってことで、ある意味趣旨を、まあ、ある程度考えていくという感じで、問題としては作っていくかなと。まあ、現に、あの、まあ、私のこれ、裏はもちろん取ってますけれども、まあ、実際に、あの、本番で問題書くっていうことであれば、まあ、そこら辺のところは、185条前段で、なんで所有の意思を事故に占有させたものに対して、 示さなきゃいけないんだっていうその理由を考えていくことになりますからまあそうすると今まで多種占有として認識していた例えば使用貸し人とかあとは賃貸人とかねえそういうふうな例えば貸主としてはもともと自分が占有権限付与しているわけですよでもともと自分が占有権限付与しているから自己取得の対象になるなんてことは全く思ってないわけで全く思ってないんだけれどもでもし自主占有に転換したってことはやっぱり認識しないとその人が自己管理する期間全く与えられない だから、このように占有者が所有者に対して所有の意思を表示させる。で、これを185条前段での要件とすることによって、そうすると <laughs>、まあ、自ら占有権限設定した人。まあ、自らが付与した多種占有って書きましたけれども、まあ、自分が設定付与した多種占有が、まあ、自主占有に転換したことっていうのが認識できるわけです。これによって。で、それによって自己対応の機会を与えることというのが趣旨だと。まあ、いうふうに考えるのであれば、 まあこの事故に占有させたものという解釈をただ単にその占有させた人っていうふうにやるではなくてある程度限定解釈しちゃうんですねでそうすると事故に占有させたものっていうのはただ単に占有を与えたものとかではなくて現存する多種占有権限を自ら付与したもののようにまあ限定的に釈すると、まあ、そうすると今回のこの事例においては自ら付与したのは C なわけですよで特に今回現存もしてませんよねこの使用貸借権 使用貸借金については借りる方ね使用借金については借主の死亡によって消滅しています終了してますからね。ということは、まあ、この令和9年の3月時点においてはでもそもそも多種占有権限たる使用借金も存在しないしそもそも F はその自ら占有権限を付与したものではないと。 いうふうに考えられますからそうするとこの現に存在する多種占有権限を自ら付与したものみたいにまこれは特に覚えるというわけではなくてもし仮にここを何とか乗り越えるときにはま限定解釈かけて何とか次に進むという形で行けばいいのかなというところになりますで、まあもちろんこれは肯定することができますのでまもちろんこのこの議論に行かずもう単純に185条を前段に基づいて自主占有に転換するという回答を出すこともできますからその場合には もしですね185条前段による転換を肯定する場合には、まあ、時効の起算点というのは F が E に申し入れた時点になりますから、まあ、E が訴えを提起した令和29年の4月1日時点で、まあ、時効期間は完成しているということになりますでもしこれを否定する場合ですね185条前段による自主占有の転換が否定された場合に今度は185 18条の後段を検討することになります。<laughs> でここはですね、まあ、相続に関する問題は、まあ、判例の立場明確ですよね、えー、相続したことのみをもって新たな権限には当たらないとで判例も、まあ、このように考えられています占、えー、有者である当該相続人においてその事実的支配が外形的客観的に見て独自の所有の意思に基づくものと認められる事情を、えー、自ら証明した場合には転換を認めるとまあポイントとなるのはここですね 事実的支配が外形的客観的に見て独自の所有の意思に基づくものと認められる事情がいつあるかです今回考えられるのは失礼しましまた今回考えられるのは2つのはつ地点ですよね所有権移転登記を備えた令和9年の4月1日かまたはラーメン店の営業を再開した5月1日。 ま、このいずれかが、ま、記算点として検討されるべきところだと思うんですよね。で、そうするとこれ判例の立場からすると、この事実的支配って言ってるんですよね。事実的支配が外形的、客観的に見て独自の所有の意思に基づくものと認められる事情ということになりますから、そうすると、ちょっと先こっち行きますね。<laughs> ま、所有権移転等記事だと、これは法律上の占有に、ま、留まるんだよね。えー、所有権移転等記事を持って、 まあ自主戦友の転換を認められるかっていうことになりますが、まあ確かにね、外形的に、その、表示されているようなところはあるけれども、まあ事項制度の趣旨もありますよね。まあもともと判例がですね、ちょっと戻りますけれども、判例が事実的支配がっていうふうにまあ言ってます。で、そうすると事実的支配ということは、その、単なる法律上の支配ではなくて事実上の支配も必要だと、まあいうことを考えると、まあやっぱり、 この登記時点では難しいかなというところです一番下になりますけれどもこの法律上の占有では、えー、上記判例の事実的支配にはちょっと該当しないかなというところですであとこれは事項制度の趣旨からも導けますよね、まあ、このスライドにもありますけど事項制度の趣旨の一つとして永続的事実関係を尊重して法的権利まで高めようというのが事項制度の趣旨ですからそうするとその保護に値する、えー、その 占有というのはやっぱり事実上の占有であることが必要になりますよね。もともとこの永続的事実関係を尊重するということがその事項制度の趣旨なわけですから、するとまあ事実上の占有がやっぱり必要になってくるだろうと。そうすると所有権移転登記を備えただけではまあ事実上の占有には至ってませんから、まだここでは自主占有の転換はちょっと難しいかなと。で、じゃその一方で <laughs>、ラーメン店の再開の時ですね、ここは事実上の専用をしてるんですよ。 事実上の専有しているので、な、ま、ん、あ、とかここで認めたいんですが、回答のポイントはこれ、当てはめ勝負みたいなところがあります。えー、判例はどのように言っていたかというと、外形的、客観的に見て独自の所有の意思に基づく新たな占有と評価できるか否かです。そうすると、ただ単にラーメン屋さんを再開したというだけでは、独自の所有の意思だということが外から見てわからないですよね。 ですね。独自の所有の意思に基づくということがわからないわけです。ただ単にラーメン屋さんで店舗営業を始めたっていうだけでは、それが外形的、客観的に見て取れないと考えられます。で、肝になるのは、令和4年に所有権移転登記してるでしょ。つまり、これまでは人の建物で店舗営業やってたんですよ。その登記上ね、えー。要するに他人名義の、えー、登記がついている建物内で、まあ、店舗営業を行っていたりしたわけですよね。その前種もそうです。えー、前種も、 他人名義の登記の建物での占有だったわけですが、所有権登記を移転した上で、その新たにその所有権登記のある建物の中で店舗営業を開始した。ということがポイントになりますよね。そうすると、まあ、ここにもありますが、まあ、所有権登記を移転した建物で新たにこの店舗営業を開始することが、その外形的、客観的に見て独自の占有の意思だという評価ができる。ということで、まあ、この下にもありますけれども、まあ、所有権登記のある建物での営業再開と、こちらですね。 ちちょっと戻りましたのでこちらでこらすね、えー、所有権登記のある建物での営業再開というのが、えー、この外形的客観的に見てというのを判断する上でのポイントということになりますでするとこの令和9年の5月1日というものを、まあ、時効の起算点と取れば、まあ、E による訴え提起によって時効は完成猶予されてますよね裁判所の請求に当たりますから、えー、時効は完成猶予してますので F の時効取得の主張は認められないということになろうかと思います、まあ、この相続とね新たな権限というのは まあこ,のこの判例ですよね持っていた意義っていうのはどういうところかというと185条前段によって自主前衛の転換が認められない、まあ、本件のような場合ですよ、えー、本文のように185条前段によって自主宣言の転換が認められない場合や、まあ、転換時期が遅いため、えー、まあ時効完成がどうしても認められないよっていう場合に、まあ、自主宣言への転換点というのをまあ早めるという、まあ、そういう位置づけとしてこの判例っていうのは使われることがありますですから現に今回もそうですよね条前段で 自主性を転換したいんだけど、ちょっとそこは認められない。だから今度185条公談でやると、で185条公談でやるんだけれども、そのどの段階であれそのどの段階でその自主性を転換するのかということが、まあこのこれがなされた段階で OK ってことです。 その事実的支配が外形的客観的に見て独自の所有に基づくものだという認められる事情があればそこで自主占有に185条講談で転換するとまあいうことがまあこの判例の持っている意義ということになります。でするとですねこの全体としてもですね、まあ、あの説問2についてもこの185条全段をどうやって乗り越えていくのか、まあ、もしくは乗り,換えなく乗り越えなくても185条全段を認めてしまって やってしまうというのも十分あり得るところですけれども、ちょっとまあ問題文の事実関係からすると若干拝点としてはね、185条講談に振られているように思えますので、その講談の事実を使うためにまあ何とかしていくということになります。でそうするとですね、まあ、少し戻りますけれども、今回の問題、説問の1問にも共通しているところが、まあ、説問の括弧一、1、説問1の括弧二2に関しては、その債務不履行の事実ですよね。 え、債務不履行の事実というものが、A による追加の申し入れによって債務不履行ではないというふうに判断してしまうと、その後の要件検討出てこないので、そこで債務不履行はないってばっさり切ってしまうのか、債務不履行があるという形で、なんとか次の要件の検討に入っていくのかというところは、もし持っていくのであれば、なんとかそこの部分を、自説を展開する形ですよね。自説を展開する形で持っていくことが必要になります。でそして、説問2についても、 その、まあ、185条の前段の要件を何とか、ええーまあ、認められるってことになってしまうと終わってしまいますんで、えー、そこが前段での実践宣の転換を認めないという法律構成を何とか作っていくと。で、何とか作っていって、でその上で、 えー、その公団の問題に持っていくということで、まあ、ある程度なんか自説を展開するとか今回法律構成を自分で立てていくというね法律構成とか法律上の根拠みたいのを自分で、えー、考えていくみたいな問題が出題されているので、まあ、難易度としてもですねなんか一見するとまあ典型的な問題のように見えるけれども、えー、難易度自体は例年と比べるとまあ民法はちょっと難化しているのかなというところもありますのであのまあ論点にバッと飛びついてしまってなん,かみな,んかなんとなく書けたっていう、えー、答案が結構出てくるような問題だと思いますので、まあ、これからですね、えー まあ対策をしていく方はまあもちろん予備試験の論文を受けられた方は次はまた司法試験ありますからえ予備試験論文終わったら「口述司法試験」ってありますのでまあその時にまあこの問題をもう一度ね通じてえどういう点をまあ論じていくのかということをねえ問題の取材も合わせて確認していただけるとまあ勉強になるのかなと思います。でこちらのですねまあ答案のスライドについてはある程度簡略的な答案構成をまとめたものなのでえこれについてまあ実際に答案を書いたものっていうのが「公示作成答案例という形でありますのでまあ適宜 ですね。あの活用していただいて、ま学習に使っていただければと思います。それでは私の方からのですね、民法の予備試験論文の分析会の解説は以上といたします。それではお疲れ様でした。